みんなは無事？総員無事です。それは何よりだわ。なんだかロックなことになってたな。ロックどころじゃねえ！いきなりの実践で命がけだったわ！キャンキャンうるせえやつだな。普段もっとうるせえ音楽聴いてんだろ！変なところで冷静だな。感心するな！はぁ、突然でびっくりしちゃった。お前、一番活躍してたやつじゃないか？すげえノリノリで戦ってたような気がしたんだが。でもこうしてみると、かわいい。お二人ほどでは。謙遜しちゃって。まあ性格もおしとやかだな。いや、こうしてみると印象が違いすぎる。なんだこの違和感は。朝倉カレン、FPS 系のゲームが得意なだけの普通の元女子高生。それが実戦でも役立ったってか？だと思う。ね、今のが敵ってわけ？ああ、NASA が世界中で確認した14の飛来物から湧き出てきた地球外生命体だ。私たちオーキッドが掴んでいた情報によるとな。へえ、そっちのオーキッドもすげえんだな。そっちはうるさいだけだろ。そんな情報通だと消されるわよ。あんたは？名前？言うわけないじゃない。だって諜報員なんだもの。東条だよな。なぜそれを？さっき東条と呼ばれて返事してたから。やるわね。いや、すごいイージーミスだから。諜報員だったらこの状況のことちょっとは知ってるんじゃないか？本当の声を聞かせておくれよ。敵は宇宙という体内に発生したがん細胞、そこからキャンサーと呼ばれているわ。カニか、食べたいな。残念、食べられないわ。真剣に答えるなよ。そんな緩いシーンじゃないだろ今。キャンサーにはこれまで人類が生み出してきた兵器による攻撃が一切通じなかった。その結果、人類は敗退を繰り返し、地球上の陸地の大半が彼らに支配された。日本も例外じゃない。九州と北海道が壊滅し、この国も敵の手に落ちようとしていたけど、その寸前に人類は新たな兵器を開発した。それがセラフ。セラフを使うことでなんとかキャンサーを水際で食い止めることに成功。ここから人類の反逆が始まろうとしているの。その象徴となるものが基地に設置された人類残像メーター。これは日本に今生き残っている人々の数を集計したもので、時計塔に表示されている。もともと1億2000万あったはずの数値も今では800万ほど。この数値がゼロを示した時が人類の完全な敗北を意味するけど、裏を返せばこの数値が増えることは人類の復興と同義。キャンサーを全て排除し、この数値を1億2000万まで戻すことが私たちの最終目標よ。さすが諜報員、詳しいな。さっき司令官が説明していたのを繰り返しただけよ。私もさっき初めて知ったわ。びっくりしたわ、たまげたわ、軽く度肝を抜かれたわ。有能そうで有能じゃない！どうしてその最新の兵器であるセラフを何の経験もない私たちが扱えたのかしら。とにかく、もっと調べないことには謎だらけね。それだけは言えるわ。それしか言えないんだろ。新入隊員と見受けられるが。うわ、貴族のような人が現れた。前線で戦ってくれてた人だろう。後方支援してくれたのはお前たちか。はい。なんで丁寧なんだよ。私に言われても。お前が言ったんだろ。ほう、今期の新入隊員たちはやるみたいだな。行くぞ。うむ、やるじゃないか。見込みはあるな。何今の個性派集団、どちら様だったの？先輩方らしい。
ここに長くいると、あんなになっちまうのか。威圧感がすごかったわね。でも、戦闘の人はなんだかかっこよかった。